現場なんですけど、はい、今年の、7月の19日ですね、はい、さっき言いました発掘現場のところに、はい、実はこの博物館の分館のようなですね、はい、野外博物館というのを作りましてですね、はい、そこに発掘の 経過とかですね、うん、から、まあ、若干なんですけど発掘されたもの実物の足跡とかですね、うん、それを展示してまして、 でそのそばでですね、はい、発掘現場から運んだその発掘台が叩いている同じ石をですね、うん、発掘体験してもらおうということでですね、子どもさんたちにその体験していただくような施設がございます。すっぽん、あとですね、魚の鱗っていうのもね結構たくさん出てくるんですね。そちらの方はですねまだまだ研究材料として必要なものになってきます。ですのでもし万が一こちらの方が出てしまいましたら申し訳ございませんが恐竜博物館の方に寄贈していただきます。大きいんだよ、大体全長11メーターぐらいあったそうですよ。見ますと、他のお客様を乗せて帰ってしまいますのでお荷物必ず持って降りてください。あと危ないですので、完全に止まってから移動をお願いしております。実際ここの現場から出ているものです。こちらの現場から出ているものですよ。とりあえずまず恐竜の、ね、骨の1本や2本を探したいところなんですけどね。今シーズンでまだ今4本。アンモナイトはですね、海の貝類なのでいないんですね。その代わりですね、淡水魚、あと淡水の貝、そういうのが、ね、結構多数出ております。その中に紛れて、ね、恐竜さんがおるおうちですよ。発掘はまず大型の重機によって崖から岩石を取り出し、ハンマーと鋼を使って細かく割り、化石が含まれているかどうかを確認します。第一次発掘調査では後にフクイサウルス、フクイラプトルと名付けられる恐竜の骨や歯、カメやワニ、恐竜の足跡などたくさんの化石が発見されました。石はですね、今皆さんが見てきてもらいました恐竜化石の発掘現場から持ってきた石です。発掘現場でもですね、こちらでもですね、同じ、恐竜やワニ、カメ、魚、貝や植物の化石が出てきます。そうや、黒っぽいのがある。こういう光ってるやつ